プロスイタ協会は、ウクライナの人々の間に、文化発展と教育の存続をもたらす趣旨で19世紀に創設された団体。発足当時の本拠地は、オーストリア・ハンガリー帝国がリツやロドメリア王国に属した。教会創設者の宣言によって、教会の活動は、当時のウクライナ社会における反ウクライナ、植民地主義とシ路主義の傾向に対抗するため始まった。 団体創設の建物協会本部は、リビウのルボミルスキー宮殿においた。この団体は1868年に、リビウで創設され、ほぼ市内の様々な地域や、知識人グループを代表する65人が立ち会い、初代会長に、アナトール・バクニア人を選出する。1913年の末には、関連団体77件を抱え読書室2648室が、 つらなっていた。リビューのある西ウクライナが、ポーランド第二共和国に属していた1936年丹念に、教会は常勤専従職員を置く拠点を500カ所長、開設した。戦艦期末には、司所83件、地域社会ごとの活動拠点となる読書室3210室、施設1207カ所、図書館3209館、 また演劇クラブ2185件、合唱団1115組、公共楽団138組と学習グループ550件を要するまでに発展した。ソビエト侵攻により活動を禁じられた2週クライナの教会本体は1939年に解散する。その後は1988年まで西ヨーロッパとアメリカでのみ活動が続く。 ソビエトのグラスの土ス時代、教会は、言語専門の団体、シェフチェンコウクライナ語教会として蘇り、それ以降は独立ウクライナの社会生活に、積極的に参画してきた。近年の指導者として、ミートロ・パブリチコと現職のパブロ・モーチェンがその名を、連ねる。ウクライナにおける2014年の親ロシア紛争中、この団体の会員2名が誘拐され、そのうちの1人は、 ドネツク州、ルハンシク州の親ロシア分離主義者に殺害された。現在、ウクライナのほとんどすべての高等教育機関では、教師と学生がこの教会の会員となり、機関ぐるみで教会と連携している。また青年部の活動も盛んである。記念コイン、タラスシェフチェンコウクライナ語教会、プロスイタ教会設立140年周年教会が、 公式に掲げる目標は次の通りである。ありがとうございます。